忍者 ZX-25R は、川崎重工業が生産している 250cc のオートバイである。忍者 ZX-25R は、2019年の東京モーターショーで初披露された 250cc4 気筒のオートバイである。250cc4 気筒のオートバイは、約30年ぶりの新車であることから、東京モーターショーでの出展は驚きをもって、 迎えられた。川崎の 250cc4 気筒のオートバイは2007年まで生産されたバリオス2以来、スポーツタイプでは ZXR250R 以来である。ちなみにバリオス2は日本のオートバイメーカーのうち最後まで生産されていた 250cc4 気筒のオートバイであった。忍者 ZX-10R を長型として、 NINJA ZX-25R は末定にあたり、デザインは川崎のスポーツタイプのオートバイと共通。スクリーミングインライン4パワーをジャックとし、4気筒エンジンの高回転型エンジンとサウンドが特徴である。新設計のトレリスフレームで支えられるエンジンは 50PS、ラムエア下級で 51PS を発揮。スイングアームはロングスイングアームを採用。 右側のスイングアームは湾曲させることにより、サイレンサーはショート型にできますの集中化に寄与している。ZX-25R には3種のグレードの STD、SE、SE、KRT エディションが用意され、装備においては LED ヘッドライト、ラムエア下級、パワーモード、トラクションコントロール、ラジアルマウント式、ブレーキキャリパー。 ハザードランプスイッチは全グレード装備 SE および SEKRT エディションには USB 電源ソケット、スモークのウィンドシールド、フレームスライダー、ホイールリムテープが標準装備され、なおかつ 250cc クラスでは初となるクイックシフターも標準装備される。2020年7月10日にインドネシアにて先行発表され、日本でも 同年9月10日に発売されることが発表された。なお日本仕様は 45PS に抑えられる。忍者 ZX-25R は現行車種で唯一の 250cc4 気筒エンジン搭載のオートバイである。ありがとうございます。